はい、皆さんこんにちは、ワダレグルビジです。今回はコンパチシードシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンパス、こちらをプレイしていきたいと思います。コンパチシリーズの中の RPG スーパーファミコンの作品になります。まあ普段あんまり RPG はですね、こちらのチャンネルで僕自身は実況動画を更新していないんですが、今回はこの RPG に挑戦をしていきたいと思います。コンパチものはですね、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、ガンダムや仮面ライダー、ウルトラマンなんかの、まあ、いわゆるスーパーヒーロー系ですね、が登場する、まあ、コラボ作品と言っていいのかな、そういうものになっています。まあ、ガンダムはそれなりに、ウルトラマンも多少、まあ、ただ仮面ライダーがね、ちょっとあまり知識がないので、そのあたりは皆さんからいろいろコメントやアドバイスいただければ嬉しいなというふうに思っています。では早速、プレイの方を始めていきましょう。こちらはダカールですね。まあ、ダカールといえばゼータガンダムの中で、まあシャア、まあ、クワトロですねが演説を行ったその都市がこのダカールです。ちなみに攻略サイトなんかは全く見ていないので、まあ、初見プレイになります。アムロ。何か通信が入っている。このアムロはいつのアムロなんでしょうね。なんか少年っぽく見えますけども、ブライトから至急参謀ビル4階に来てくれという通信が入ったようです。これはやっぱりなんか初期のファーストガンダムの頃のアムロの制服に見えますよね。ただダカールのこの、宿舎にブライトもそしてもアムロもいるということは、ファーストガンダムの時ではなさそうですね。というかまあそもそもコンパチヒーローシリーズなんで、ファーストガンダムとかそういう概念もあるのかどうかというのはありますけど、ここから実際にアドベンチャーパートが始まりましたね。では参謀ビル4階まで行きましょう。すまんこです。なんかちょっとギリギリなフレーズ使ってきたな。こっちが病院ですね。となるとこっちが参謀ビルかな。では入っていきましょう。受付に女性がいるので、ブライト対イですね、この時点ですね。では4階まで行きましょう。ここにいるのはカイっぽいな。あ、やっぱりカイだ。さあ、では4階まで上がっていきましょうか。まあ、実は今回ですね、その RPG をまあやる理由というかね、挑戦するきっかけっていうのが、普段僕はシミュレーションゲーム、特に戦略系のものを中心にやってるんですけども、結構収録時間や、いわゆるリハーサルですよね。これにかかる時間がかなり膨大でして、ちょっとなかなかですね、諸事情あって、そのリハーサルと収録にすごく長い時間をかけるというのが難しくなっていまして、まあ、それは実は子供が生まれましてですね、ちょっと当分の間そこまでゲームにドカーンと1日何時間もというのが難しくて、まあ、RPG であればね、収録時間を決めてプレイすれば、計画的にできるかなというので今回挑戦させていただいています。さあ、4階に到着しました。ブライトですね、遅かったなと。条件を言おう。今日付でゼウス機関に配属になった。階級の2階級特進で対ということは、ブライトと同じ対ですね。ゼウス機関というのは何？そうですよね、全然ピンとこない。 Z エクストラディナリティユナイテッドスペース、略してゼウス。
なんかエウーゴとかティタンズっぽい綴りのゼウスという新しい組織が出てきました。そのゼウス機関に我々エウーゴ共和国と光の国ライダー連邦の三国連盟により共同で設立された組織。エウーゴ共和国というのはもちろんこのガンダムの世界観、光の国っていうのはウルトラマンですよね。ライダー連邦はもうこれ見てそのまま仮面ライダーの世界観だと思っています。世界中の紛争を未然に防ぐことやテロリスト対策がその目的、4人のメンバーが決定しているということですね。その4人、ライダー連邦の南光太郎、ライダーブラック、そしてウルトラセブン諸星ダンですね。そしてギリアム・イェーガー、この間まで軍の特殊部隊に所属、ちょっとわからないどっから来たキャラクターなんでしょうね。ハワード・スーツ、そもそもガンダム、ウルトラマン、仮面ライダーからそれぞれキャラが出ていて、もう一人この新キャラが入っているっていう状態なので、コンパチモノのオリジナルキャラクターなんですかね。ちょっと勉強不足ですみません。で、ID カードをもらいました。これでフリーパスということですね。まあ、どこでも行けるよということかと思います。まずは5階へ行って指令を受け取り、弾。じゃあ、このまま5階に行きましょうか。まあ、アムロン、対、昇進しましたから。生きていて体位へ、まあ、いわゆる2階級特進っていうのは、まあ、異例中の異例ですよね。ここ、フライトの執務室ですかね。銀河英雄伝説の中ではね、ヤン・ウェンリーが、まあ、エル・ファッシル、あるいは、その後の昇進の時には、一度午前中に昇進した後、午後に、さらに昇進の事例を受け取るっていう形で、まあ、2階級特進ではなくて、あくまでも1階級ずつ昇進させたっていうぐらいだと思うので、その軍の中での特進っていうのはすごいですよね。これ5階に到着しました。入りましたけど、特になんか座れたりはしなそうです。やっぱ一人、リーダークラスが座るような椅子がありますけど、ちょっとこの中うろちょろしてきます。はい、来ました。ようこそゼウス機関へ。私はネットワークコンピューターハロ9000、ゼウス機関の総司令を務めさせていただいています。ネットワークコンピューターハロ9000が総司令なんですね。まあ、コウタロもそう思いますよね。コンピューターが総司令だって。このハロ9000の役割は、世界中から情報を集め、皆さんにお伝えするだけということなので、まあ、総司令というよりかは、どうなんでしょうね。連絡係みたいなものかもしれませんね。では、カリキュラムを教えてくれるということなので、確認をしておきたいと思います。でまず1週間の間、基礎訓練と任務に関する学習をしていただきます。あなた方は世界の命運がかかっているという、まあ、その重大な任務のために勉強が必要ということですね。どうなんでしょうね。もう大人になってから、いわゆる机に向かって勉強っていうのは、
まあ、資格とかを取るときには、まあ、することはあっても、なかなか習慣としてする機会が僕はだいぶ減ってしまったので、まあ、ただ中にはね、勉強を続けてる方っていうのは当然たくさんいると思うので、まあ、見習いたいなとは思うんですけど、どうしてもこのゲームの方に流れてきてしまいますね。ちょっと、まあ、そんな先の心配してどうするんだというのはあるんですけど、子供がね、その中学校とか、まあ、小学校高学年もそうなのかな。勉強とか宿題を見てくれって言われた時に、ちゃんと教えられるのか。まあ、このちゃんとの中にはですね、その中身がわかるのかっていう心配と、教え方が、まあ、うまい下手って当然あると思うので、教え方が下手なんじゃないか自分がっていうね、まあ、二つの心配あると思うんですけど、まあ、そのあたりはいろいろと、先輩方の情報を確認しておきたいかなと思いますね。さて、ハロ9000からどうやら早くも我々ゼウスの出番が来たようです。ということですね。大規模なテロが発生。情報が混乱していますが、世界各地で同時に交通や通信の施設が破壊されたのよう。世界中の都市が孤立したことになります。各都市を結ぶルートはほとんどが破壊されるか制圧されてしまい、軍や警察だけでは手が足りないそうです。我々ゼウスの出動が要請されました。まずはこの町の付近に潜伏していると思われるテロリストを探し出し、逮捕または処刑してください。まあ、ゼウス機関、まあ、少なくても主要メンバーはこの4人のようなんですけど、それに対して軍から支援要請が来る。まあ、そういうことですね。では、早速、町に出てみましょう。テロリストを探して、逮捕、または処刑ということなんですね。フライトに最後話します。無茶をするなよ、ということですね。怪我や病気は病院に行けと。エネルギーの補給も忘れずに。どこでエネルギーが補給できるんだろう。病院でできるのかな。そのあたりもちょっと一度戦闘してみてからなんですかね。では、急いで本部の外に出ましょう。お、カイがいなくなってんだ。カイこの辺でうろうろしてましたよね、さっきはね。さては、外に出てみました。街の外はここから出るのかな。このルートはまだ使えませんと言われてるので、まあ、街の中に潜伏してるであろうテロリストを探しましょうか。あ、ここは通行禁止だけど、ゼウスだと名乗ったらお通りくださいになってる。この先にいるのかな。まあ、一応街を徘徊してテロリストらしきものがいないのを確認しておきましょう。まあ、そうですね。であれば、通れそうな道。ここを通って、外に出てみましょう。ん？マップに出たな。ジオン兵がいる。俺たちはダカール解放戦線の者だ。ジオンとは関係ない。この服は単なる趣味。お、これは確実に戦闘になるか。俺たち、ゼウス、初仕事ということですね。では、戦闘になるのかな？お、まずは、ライダーブラックに変身だな。オーラみたいなものが出てますけど、とう！でかくなった。体が、一回り、二回り大きくなりましたね。次は、じゃあ、ウルトラセブン、変身ですね。ウルトラセブンも
一回りでかくなりましたね。で、この謎のギリアム、なんか戦闘ロボみたいに乗りましたけど。さあ、アムロですね。アムロがガンダムに登場するということで、全員変身あるいは登場済みということですね。敵はザクに乗るようです。では戦闘開始といきましょう。基本的には RPG の戦闘画面と同じですね。右左に敵味方が分かれて、攻撃必殺念力、アイテム防御できる。アイテムは、リライブカプセル、オールポーション、念力、必殺。まあ、これ、まずは攻撃普通にしましょう。で、必殺が、ライダーパンチ、ライダーキックありますね。テクニカルポイントをおそらく消費するんでしょう。せっかくなので、必殺技使いましょうか。ウルトラセブン、ハンドビーム。ライダーバック、ライダーキック。そして、ガンダム、ハンドですね。バルカンなんだ。で、最後は、メシビスト。メガ粒子砲をぶっ放しましょうか。774。ライダーキック、502。メガ粒子砲1064。まあ、雑魚的。まあ、ドラクエでいうところのスライム的なものだと思います。最初の敵、ザクはね。テロリストたちも僕たちと同じようにパーソナル転送システムを持っている。あれはそう簡単には手に入らないはずなんですが、と。そうですね。いきなりザクが現れましたもんね。開発したのはアナハイ。あそこは接想がない。テロリストだろうと何だろうとお客様は神様。まあ確かに、アナハイムはね、その、連邦ジオン。まあ連邦ジオンっていうよりかは、エウゴ・ティターンズ、ロンドベル・ネオジオン。関係なく、モビルスーツ開発提供してますよね。さて、では探索しましょう。これは何だろう。お、こんな街のすぐそばに、宝箱があるんだ。宝箱は今のが宝箱というのが分かりましたね。うん。最初のはイベントの敵であって、普通にアドベンチャーマップをうろうろしてると、敵と遭遇して戦闘になりますね。200か。まあ、ちょっと弱かったな。ガンダム。必殺技が、この後、レベルとかあるんであれば、レベルアップすれば、まあ、それこそね、ビームライフル、ビームサーベル、まあ、そういうものも出てくるのかなと思うんですけど。経験値もあるので、レベルもありそうですね。では、ダンジョンに入りそうなので入ります。洞窟らしきダンジョンにまで進んでいきましょう。新しい敵、ザクレロが出てきました。これダカールの近くだから、ガンダム系の敵ばっかり出てくるとかそういうことなのかな。まあ、ザクよりかは確実に強いですね。今攻撃を受けた感じだと、ザクレロで100ぐらい食らってましたね。で、敵を倒した時に別の敵に攻撃を自動でしてくれるっていうものはなさそうなので、敵のヒットポイントはある程度まあ、計算してですね、無駄な攻撃が出ないようにする必要がありそうですね。では、ダンジョン進んでいきまーす。
新たな敵がまた現れました。今回は、グスですね。まあ、グスとザクレロだったら、ザクレロの方が強いイメージがありますけど。まあ、さっき別の敵には攻撃してくれないのかななんてコメントしたんですけど、してくれそうですね。してくれるときとしてくれないときがあるのかもしれない。ちょっと検証しましょう。これでグフを倒した後、別のグフに攻撃してくれますね。なので、まあ、あまり気にせず、雑魚キャラ相手だったら連打で進んでいけそうです。はい。ダンジョン進んできました。ガルマとシャーらしき、人影が見えます。ちょっと早速じゃあ彼らに話しかけてみましょうか。ガルマ、まだ残っていたか。これ戦闘になるな。いやー、必殺技使っていこう。ライザーキック、まあ攻撃集中させましょうか、せっかくなんで。プラズマカッター、シャー、ガルム、それぞれ専用ザクに持ってますね。プラズマカッターで610弾、まあ、これ絶対ボスキャラではありますよね。こんだけ攻撃を加えても倒せない。少し様子が変だ。お前たちダカール解放戦線のものではないのか。シャーとアムロってこの時点で面識がないのかって話ですけどね。俺たちはゼウスのメンバーだ。お前らこそいきなり仕掛けてきやがって、一体何のつもりだ。そうか、どうやら私たちの早とちりだったようだ。すまん。まあ、シャー早とちり得意ですか。私はジオンのシャーアズナブ。彼はガルマッツァル。ジオンを騒がせていたテロリストたちを追ってここまで来た。ってことはジオンっていう、まあ、都市なのか、地域なのか、あるいは国なのかがあるということですね。まあ、シャーとガルマはどうやらエウゴ政府に許可をもらってここにいるようですね。それにしてもあのシャーとガルマの後ろにある宝箱の中に気になりますよ。ガルマザビというとあのザビ家の、そう、御曹司ですよね。先ほどの比例はお詫びする。どうやらテロリストどもを全ていなくなったようだ。では、我々は報告があるので、これで失礼する。ガルマでしょ。お、ハロから通信ですね。新たな情報が入りました。TS 方面の鎮圧に向かった軍の特殊部隊が全滅。うん。我々ゼウスが出向く必要があります。TS 市へ向かってください。ということですね。全滅した部隊はアルファ部隊、ギリアムが元いた部隊ということですね。ニック、コール、フレディ、これがギリアムの、ま、仲間だった人たちかな。では宝箱を回収してきます。命のエキス。では、この後、ダンジョンの外まで出ちゃいましょう。テロリストはいなくなったはずなのに、普通にいるな。ライダーブラックがパワーパンチ。あとは、ゲシュベンストが、ニュートロンビームっていうのを覚えたようなので、せっかくなんでちょっと使ってみましょう。ニュートロンビームで、テクニカルポイントの消耗が、すごい激しい。これがパワーキック。571。これニュートロンビー。1145。レベルアップすると各種パラメーターがアップするので同時に
まあ、必殺技を覚えていくというシステムですね。はい。では、ダカールまで戻ってきました。今回は、キリがいいので、ここまでにさせていただいて、次回はですね、じゃあこのギリアムの、いた特殊部隊が全滅させられた街へと、救援に向かいたいと思います。